どうも、尾形千恵里担当プロデューヌのテクタンと申します。はい、1月31日バレンタインの限定ガシャが来ました。はい、今回の SS レアはひなとゆかり、そしてシュガハ、この3人です。この3人はシルエットでね出てた通りだったんですけれども、なんと今回個人的に注目すべきは S レア、限定 S レアが尾形千恵里ちゃんということで、千恵里ちゃん初限定 S レアおめでとうということで、今回は、ね、実質担当ガシャですね。担当ガシャです。引いていきたいと思います。はい、しかしね、ちょっと一旦落ち着いて、いつも通りねアイドル詳細見ていきたいと思います。一旦ちょっと落ち着きましょう。はい、ということで、まず1人目は、ご注文はひなですかということで、荒木ひな、ひなが来ております。ひなはクールチアの、ライフスパークルとなっております。はい、ひなはねメイドになってて、ななちゃんと一緒にねメイドしております。はい、特訓後はこのような感じでね、下の低い位置で2つ結びにしててね、この衣装がすごく可愛いです。かなり白っぽい感じのメイド服となってて、可愛らしく女の子らしくなっております。はい、そして2人目は思いのアンサンブル水本ゆかりということで、ゆかり嬢が来ております。ゆかり嬢はキュートステップの震える胸のメロディーということで、オーバーロードとなっております。はい、これプレゼントね差し出してるところね、可愛いね、なんかこう照れながら差し出してるところが可愛いです。そして特訓後がね、すごい女の子らしい衣装となってて、まあカラーがピンクとチョコ茶色な感じのカラーになってて、頭の高いところでツインテールなんて言えばいいんやろ、これなんて言えばいいんやろ、ツインアップ、ハーフアップじゃないけど、まあそんなハーフアップツインってか、そんな感じになっているのが可愛いよね。はい、そして3人目の SS レアはラグジュアリーハート佐藤慎ということで、シュガハが来ております。シュガハがねユニゾンで来ております。はい、お返し待ってるぞということで、ユニゾンですね。はい、これがねサングラスかけて車運転しててということで、スピンオフをねちょっと彷彿するような感じとなっております。はい、特訓後がサイドポニーのすごい大人っぽいドレスになっております。はい、そしてS レアがね、我らがチエリちゃんバレンタイエンジェルということで、はい、こちらモバからのね逆輸入かということで、キュートアビリティのオールラウンドとなっております。もうなんか動揺してカミカミ。そして特訓後はね、これおなじみのイラストやね。はい、ということで、じゃあまあまずは衣装を見ていきたいと思います。はい、それではまずひなの衣装から見ていきましょう。全体はこのような感じになっております。はい、可愛らしいね、ちょっと膝下のちょっと長めのスカートのメイド服となっております。メイド服なんやけど、黒っぽい感じじゃなくて、結構白を基調としていて、明るい感じの、全体的に明るい感じのイメージとなっております。はい、それではヘアスタイル、頭から見ていきましょう。まず髪型が低い位置に2つで結んでるのがすごい女の子らしくて可愛いです。その結んでるところにリボンがついてたり、そして頭にねリボン2つの大きなリボン2つのヘアアクセサリーがついてて、すごく女の子らしくなっております。はい、そして衣装はこのような感じになっております。はい、メイド服ですね。メイド服プラスロリータみたいな感じになっております。うん、ところどころにすごいレースがやリボンがふんだんに使われてたりしてね、うん、エプロンがついてるからメイドかなと思いきや、横から見たらちょっと ロリータっぽいような感じで、うん、フルーツをイメージしてる感じになってるのかな。後ろのリボンのところにもキイチゴがあったり、スカートの柄にもオレンジやキウイフルーツがあったりと、ちょっとフルーツっぽいイメージになっております。はい、そして最後に足元を見ていきましょう。はい、足元がね、これおそらくティーカップをイメージしてるんかな、ティーカップかティーポット、取っ手の部分があって、
すごい個性的な感じで、さすがこうメイドイメージしているだけあってね、このカップイメージしているっていうのがすごい可愛い、可愛いです。色もねパステルピンクでも女の子らしくなっております。はい、続きましてゆかりの衣装を見ていきましょう。はい、ゆかりはもうカラーがねザ・バレンタインっていうそういう感じの衣装となっております。いやもう女の子のなんか好きが詰まったようなそんな感じのね色合いとなっております。はい、それでは頭から見ていきましょう。はい、ヘアスタイルがまあさっき言ったハーフツインテでいいんかな、ハーフアップツインテとなってて、そこにミニハットがついています。リボンもねピンク色ですごく可愛い感じになっております。はい、そして衣装を見ていきましょう。はい、衣装が全体的に茶色っぽいピンクっぽい感じの基調となっていて、スカートのね柄がすごいいいよね。いろんな柄が繰り返し繰り返し並んでいて、そして後ろのリボン、後ろから腰とかの辺ぐるーっと回ってるリボンがねラッピングをイメージしているような感じになっています。ちょっと名前とかが書いてあったりするね。ゆかりなんちゃらかんちゃら読めない、か読めない読めないんですけれどもね、英語が書いてあります。はい、そして足元を見ていきましょう。足元のブーツ、これもねピンクと茶色を基調としている色合いとなっているんですけれども、前のリボンのね編み上げがめっちゃなんか豪華な感じですごい可愛いです。ヒールの部分もねゴールドでちょっと高級感のあるような感じになっております。すごいね全体的になんか可愛らしいアイドルっぽいっていうそんな感じのね今までにない感じの衣装となっております。はい、そして最後にシュガハの衣装を見ていきましょう。はい、ヒナとゆかりが可愛らしい衣装で着ているのに対してシュガハはすごい大人っぽいドレスで着ております。はい、真っ赤なドレスなんですけれども茶色も混じっていてなんかこう愛プラスチョコみたいな感じの色合いになってて、これもすごく可愛い、そして大人っぽくなっております。はい、それではヘアアクセサリー頭から見ていきましょう。頭がねまたこれ4周目の SS レアなんですけれども、いつもとまた違った新しい髪型になっております。サイドアップポニーになってて、この髪型すごい可愛いよね。サイドでアップにしている髪型って可愛いよね。そしてリボンもすごいクルクルしてたり豪華で、髪のねところどころにハートだったりパールが散りばめられている綺麗な感じになっております。はい、次に衣装の方を見ていきましょう。衣装もねバレンタインのラッピングっぽくリボンがすごいクルクルとしていて豪華な感じになっています。スカートのね色合いがすごいグラデーションとか柄とかがめっちゃ綺麗な感じになっています。腰のねリボンの茶色とベージュのしましまって言えばいいかなの部分がすごいほんとバレンタインをイメージするような感じのデザインとなっております。はい、そして最後に足元を見ていきましょう。はい、足元はヒールになっております。はい、そのヒールのところに黒いレースが使われていて、そこがすごい大人っぽい。足首のところもね色が黒っぽいんですごい大人っぽい感じになっております。はい、大人っぽさもありながらすごい可愛らしい感じの衣装となっております。はい、といった感じで SS レアの衣装を見ていきました。いやしかしねやっぱ個人的に狙うはここなんです。バレンタインエンジェル大型チエリということでね、いやこのイラストがねやっぱ人気だと思うんですよね。私もすごい好きで可愛いし、これをデレステのホームに設定できるっていうことね、このまあどちらもですけれどもそれが嬉しいし、まあ、2D のねこの衣装がルーム内をね歩いてくれるっていうのも嬉しいし、長年このハートのクッションの下がどのような感じになっているかわからなかった、それが見えるっていうのもあるし、
チェリーメリーチェリーのちょっと元となってるねセリフを喋ってくれたりとか、そんなこともあったりするみたいで、いやもうとにかくねお迎えしたいです。 S レアなんで提供割合見ていくとめちゃんこ高いと思うんですよね。んどこやろ、違うな、ここ SS レアか。ちなみに S レアの提供割合は 0.4% でございます。ピックアップの提供割合は 0.4% となっております。それに対して S レアの方のチエリちゃんは 2.4% なんで、まあ100連したら2人は出るっていう、そういうことなんで、1人出そうと思ったら、まあ、50連回せば出るかなという、そういうところなのかな。ここも排出率は一緒なんかな、 2.4 かな。わ 20% やん、5回に1回出るやん、めっちゃ出るやん、え出るやんこりゃ絶対引くしかないね。今無償ジュエルが9300か400ぐらいあるので30連は引けると思うんで、まあ、チエリちゃんは絶対お迎えしようかなと思います。その道中でちょっと SS レアお迎えできたらもう万々歳だと思うので、万々歳ですので引いていきたいと思います。はい、ではまず納税からね引いていきたいと思います。はい、お願いいたします。チエリちゃんロードなし。いや担当ガシャね、もう久しぶりに来たね、1年ぶり。S レアとはいえども期間限定逃したらアルバムに穴が開いてしまうんで、それだけはね避けたい。なので私は引きます。じゃあ無料ガシャもねこちらで引きましょう。はい、お願いします。うーロードなし、まあ、単発ってそういうもんよね。いくらピックアップがねパーセンテージ高いといえども、単発は結構まあレアが出ちゃうよね。先にメモリアルガシャ引こうかな、ちょっとね運を貯めるという意味で。はいメモリアルガシャはまあ天井でお迎えするのが正しい迎え方だと思うんで、メモリアルガシャはまあよしよし。はい、じゃあここからね10連引いていくんで本番でございます。はい、まずアイテムがあって、このプラチナガシャチケットの上の方は期限ないし置いとこうかな。この10連ガシャチケットね、こちら引いていきましょう。10連の方が、まあ、S レアピックアップめちゃんこ確率高いんで、まあ、こっちの方が逆に早く済む可能性があるのでこっちで引いていきたいと思います。はい、じゃあまずジュエル砕かずにこっちでいきましょう。お願いいたします。チエリちゃんお願い、お願いチエリちゃんお願いします。おめっちゃいいロード入ったよ、青封筒。これ SS レアも期待できたりせんかな。開けていきましょう。お願い、あ SS2MIR マジで引いてよかった。これはチエリちゃんが全て持ってきてくれたんじゃない。お願い S レア1枚目お願い。あーゆかり情報嬉しい、めっちゃ嬉しい。ドキドキを楽しむものをさえちゃんは言うけど、それどころじゃ、わーゆかり情、ゆかり情ね、めっちゃ衣装可愛かったからさ、今チエリちゃんにすごい注目してたけど、これね今回のガシャ、あのシルエット発表された時にすごいゆかり城期待してて、もう嬉しい嬉しい。なスキル的にオーバーロードは結構持ってたりするんであれなんですけれども、いやドキドキ楽しんでおります。やった一緒にねゆかり城が来ました。エスレアと1枚か一番後ろか、まあ、まあ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 、でも SS レア2枚は嬉しいよ、すごい。あと1枚誰やろう。はい、お願いします。いやパッションユニゾン持ってないから、贅沢言うとパッションユニゾンもねすごいお迎えしたいんですけれども、嘘やろ、すごい。そんじゃこのままパーティー実家に直行してご挨拶な。嘘嘘冗談、もう心がすごいざわつく、震えちゃう。ちょっと今日大丈夫かな、もう一生 SS レア出なっちゃう。チエリちゃん違うかった、イブちゃんでした、クリスマスでしたバレンタインじゃなくてクリスマスでした。え、でもこれは嬉しい、これはほんまに10連引いてよかったよ、ゆかり城に。
シュガハ。普通はここで退散するところですが、私は普通じゃありません。ちえりちゃんを迎えるまで引きますよ、引きますよ。ちょっとこの流れ来てるんじゃない？いや、とりあえずね、あの個人的にちょっと当分あの復刻も狙ってるガシャが結構遠かったりするんで、ちょっとジュエルは使っちゃっていいかなって実は思ってる心があったりするんで引いちゃいます。ちえりちゃん、ちえりちゃん、なんとも言えないロード。まあ SS レアはね。ちえりちゃんお願いお願いお願い、ちえりちゃんお願い、ちえりちゃん、ちえりちゃん、あー、おっと、破産。でも一番後ろが一番ピックアップ率、あ、新規やん、やった。わー、この音羽さんの、ロードの可能性もあるな。ちえりちゃん、ちえりちゃん、ちえりちゃんじゃないー、ゆかちゃん。このゆかちゃんは持っている。はい、ということで音羽さんが来てくれました。いや、新規なのでね、ありがたい限りです。わー、クールすごい固まってるね、すごいキュート。パッションがおらへん。じゃあこのままひなも、ちえりちゃんも引いちゃう。ということで20連目30連目か、引きます、お願いいたします。ちえりちゃん、ちえりちゃん、ちえりちゃん、ロードがない、ロードがない、どうして。はい、じゃあちょっと最低保証、カットいたします。はい、え、もうあとあれやんね、無償ジュエルあと10連分しかないよね。お願い、ちえりちゃんお願い。ああ、いいいい、これはこれはちえりちゃん来たよ。お、ちえりちゃん2枚かな。ちえりちゃんお願い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 、ちえりちゃんお願いします。ちえりちゃんお願い。あ、違う。あ、でも新規じゃないってことは今のロードはちえりちゃんの可能性があるよ。お願い、ちえりちゃん。私も今日ちえりちゃんを迎えたかったです。はい、ということで無事ちえりちゃんをお迎えすることができました。はい、いやー、40連で今回のピックアップの限定2人引いた上に担当のエスレアのちえりちゃんも引けたんで、これはもう大勝利やね。でも無償ジュエルがなくなったといえども、まあ多少あるけどね、多少あるけど、もうすごい、いやもうすごいよ、私はすごいです。はい、意味が分かれへん。はい、それでは今回はこの辺りで終了したいと思います。はい、もうこれからちょっとちえりちゃんをね、あのホームにね、ホームでちえりちゃんを眺めるべく、ちょっと今からねちえりちゃんを特訓したりしなきゃいけないので、ちょっとここら辺で退散したいと思います。はい、それでは今回はこの辺りで終了したいと思います。ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。